あ、来た来た。あ、もう上がってるよ。日本各地で自然を身近に感じながら上質な時間を楽しみませんか。今回の大人釣りクラブは兵庫県南淡路市の旅。鳴門海峡周辺でサビキマダイ釣りを楽しみます。さらに兵庫県南淡路市の見どころも紹介します。釣りは人生に潤いを与え、より一層豊かにしてくれる文化です。釣り人ならではの楽しみ、旅、食を通じて上質な時間をご一緒しましょう。大人釣りクラブ。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたします。皆さん、旅と釣りで上質な時間を過ごされていますか。今回も始まりました大人釣りクラブ。この番組は釣りの経験がない方や、以前はやっていたけど最近やってないなという方、釣りはやっているけど他の釣りにもチャレンジしたいという方を中心に、楽しいフィッシングライフをご提案いたします。また釣りとともに訪れた土地の歴史や文化に触れ合う楽しさもたっぷりとお伝えしていきます。さて、今回私とご一緒していただくのは、関西の船釣りといえばこの方、今井浩二さんです。よろしくお願いします。お願いします。ところで田中さん、はい、確かこの番組は今回が初めてですね。そうです。自己紹介を。 ありがとうございます。よろしく。はじめまして、今回からナビゲーターを務めさせていただきます、旅好き、お酒好き、そして何よりも釣りが大好きな田中里乃と申します。よろしくお願いします。どんな釣りがお好きなんですか。そうですね、やっぱり私も船釣り大好きで、なんといってもこういろんな魚が釣れるじゃないですか。あとやっぱり船からの景色も格別ですし、もうこれから自分も楽しみながらいろんな釣りを経験していければいいなと思っています。はい、頑張ってください。今回は兵庫県南淡路市の福良港にやってきましたが、今井さん、どんな釣りを楽しみましょうか。あのね、このすぐ前がね、渦潮で有名な鳴門海峡なんですよ。はい、鳴門の鯛というのはもう昔からブランドですから、はい、それをですね、サビキ釣りで狙ってみようと思います。わかりました。はい、では皆さんも一緒に兵庫県南淡路市の旅と釣りを存分に楽しみたいと思います。今回の大人釣りクラブは、兵庫県最南端に位置する南淡路市の旅。播磨灘、鳴門海峡、紀伊水道に面している水産業が盛んな町です。まず2人は道の駅福良周辺を散策します。今井さん、やっぱりこの辺りは海産物扱っておられるお店も多いですね。漁師さんも多いですからね。いろんなもん、わかめも筆頭に、ね、結構いろんなもんが取れますからね。お、なんか美味しそうな香りが漂ってきましたよ。わあ、入ってみましょう。はい、美味しいですよ。いらっしゃい。二人が訪ねたのは山竹水産です。おお、美味しそうな香り、これだったんですね。大アサリ、大アサリとサザエと、これはいただきたいですね。大好物。はい、待ちきれない。はい、どうぞ。おー、ありがとうございます。すいません。うわー、これは美味しそうですね。じゃあ私から先にいただきます。はい、うーん、美味しい。めちゃくちゃ旨味が、歯ごたえすごいね。磯の味がそうですね、磯の香りもすごいしましたね。はい、どうぞ。ありがとうございます。続けてサザエをいただきます。うん、赤い。うん、熱いけど、熱いけど美味しい。うん、
こんなに美味しい海鮮炉端焼きいただいてたら、お酒の方もちょっといただきたくなってきます ね、 欲しいですね、はい、今度あるんですよ、酒蔵があるんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、そこ行ってみましょうか、はい、ぜひお願いします、はい、続いて2人が訪ねたのは宮古美人酒造です。昭和20年に淡路島南部の酒蔵が合併した蔵で、予約をすれば酒蔵見学ができます。こちらの宮古美人酒造は全国的にも数件と言われている技法、天秤絞りで酒造りをしています。その天秤絞り、どんな技法なんでしょうか。すごいですね。あ、本当だ。この大木は何ですか。この大木を使ってお酒を絞るという、はい、絞る昔ながらの伝統の方法なんです。なんていう風味なんですか。これ絞り方は船掛け天秤絞りと呼んでいる。天秤絞り、日本ではもう大変珍しい絞り方ですね、まあ、4、5軒ぐらいやと思います。 あちらにあるタンクが、うん、をあのお酒を絞る袋、うん、これがお酒を絞るときに使う酒袋なんです。これで約7リッター入ります。一つで。そうです、はい、でこの酒袋にもろみを入れ て、 入れて、この箱、船って呼んでますが、はいはい、その中に酒袋を、重ねていきます。大体150枚ぐらい使ってお酒を絞る。そこに板木を重ねて、はい、それと丸太ん棒と1トンの重り、うん、石の重りでお酒を絞っていくという方法です。重りが1トン、1トンあります。木の重さもありますよね。そうですね、あのテコですんでね、初めは近いところから石つって、うん、はい、時間ごとに少しずつ遠いところへ離していって加圧を変えていきます。どれぐらいの時間かかるんですか。それ丸2日間かけて絞ります。じっくりですね。じっくりですね。そうして2日間かけて絞ったお酒、はい、特徴はどうなんですかね。そうですね、皆さん雑味がなくてすっきりと美味しいお酒だなっていうふうに喜んでいただいてます。天秤絞りで作られた貴重なお酒をいただくことにしました。先ほどご案内させていただいた、はい、あの天秤絞り、はい、石の森で絞ったお酒を日本用意しました。 ありがとうございます。まずはこの少し折りが入ってますので、うん、少し軽く振ってから。あ、薄濁りですね。そうですね、ほんとうっすら濁ってますね。兵庫県産の山田錦を 40% 精米してますので、すごく香りのいいお酒です。あ、美味しいわ。全然夏味もないし、飲みすぎる酒ですね。ちょっと要注意かもしれない。そうですね、口当たりが良すぎてそこは自分で加減してそうですか、ついついね、なんか飲みやすいお味で。聞き酒師の田中さんの感想はいかがですか。ちょっとハードルが上がっちゃいますけどいや本当にね、口当たりがいいので飲みすぎちゃいますし、うん、もう案の定なくなっちゃってるんですけど、はい、いやもう本当に美味しいですね。ちょっと甘い感じでね、柔らかいですね。まあ、宮古美人のお酒が無限大に広がっていけばええのになということで、無限大という名前をネーミングしました。これも先ほどの天秤絞り、うん、のお酒です。お米は兵庫県の山田錦を使っています。すごい柔らかいお酒ですねこれ。兵庫県産の山田錦を贅沢に使っております。それとやはり天秤で絞ったお酒ですんで、その無理な加圧をかけずに石の森だけでじっくりと絞った優しさっていうのが詰まってると思います。お魚にも合いますよね。はいはいはい、こんな聞くことで聞いたことあるんですけど、うん、海のそばに近いあの酒蔵さんのお酒っていうのは魚に合うっていう話。そうですね、淡路島は、まあ、海に面した部分の、はいはい、まあ、島ですのでね、美味しい魚もたくさん取れますので、はいはい、ぜひ淡路島の魚とね、淡路島のお酒で楽しんでいただきたいですね。旅しながらお魚とお酒両方いただけるっていう、はい、もう旅好き釣り好きにはたまらない、
美味しいですね。美味しい。ちなみにもうちょっと試飲させてもらったりとか。結構できます。強いですね。ありがとうございます。いやもう美味しくて止まらないですね。ありがとうございます。すみません、私ばっかり。天秤絞りで作ったお酒、皆さんもいかがでしょうか。来ましたかね。この後、当たり連発。鳴門海峡周辺でサビキマダイ釣りを楽しみます。よいしょ。はい、かわいいですね。サビキマダイ釣りを楽しもうとやってきたのが福良港です。おはようございます。おはようございます。船長、風落ちてよかったですね。昨日の状況を見たら今日は出船無理かなと思っとったんですけど ね、 なんとか天気の方が味方してくれたような感じで、はい、お昼ぐらいまで落ちますかね。12時ぐらいになるとちょっと吹きそうな感じなんですけど、はい、タイの方はどうです、サビキの話。ね、やっぱり水温が例年から比べると2度ぐらい高いんで、ちょっと厳しいかなと思うんですけど、まあもう苦戦覚悟でいきましょうか。船長さん、どれぐらいのサイズが釣れそうですか。まあ最近上がっとるのはちょっと小ぶりなタイがね、上がっとるような感じなんですけどね、はい、頑張って釣りますんでよろしくお願いします。はい、お願いします。午前7時船に乗り込み出船。ここで今回使用するタックルについて教えてもらいましょう。はい、今回使用するタックルを紹介したいと思います。はい、竿はね、ライトゲーム、CI4 プラスの、これ73と64の2つのタイプ今回使ってみたいと思います。はい、で竿の調子、これは非常に竿先柔らかい、サビキマダイやるとき、いわゆるマダイが疑似を加えても竿先硬いと弾かれてですね、なかなか食ってくれないというのがありますけど、まあ、これぐらいの柔らかさやったら大丈夫でしょうというので、用意しました。でこの竿の特徴はね、いわゆるこの X シート、この手を全体で包みながら、持つんで、こう曲がった状態じゃなしに、まっすぐな状態で竿をグリップできるから、はい、非常に疲れにくいというのが特徴ですよね。リールはですね、バルケッタのプレミアムというやつ、はい、このリールの特徴はね、ホールレバーっていうのがついてるのが、まあ、大きな特徴ですね。いわゆる落とす時、仕掛けを落とす時のスピードをコントロールできる、どこ型ですけども、カウンターがついてるっていうのが、はい、推進表示が出る、落とす時も巻く時も、速度が表示されます。このリールは電池交換が可能になってます。港から25分ほどの鳴門海峡周辺で釣りスタートです。今回使用する仕掛けは8本針のサビキ仕掛けを使用します。この釣り、サビキのマダイ釣りというのはすごい単純といえば単純なんだよね。はい、で一旦そこまで仕掛けを下ろしますよね。はい、でマダイがどの棚におるかずっとというか、等速も同じスピードで、そうですね、はい、巻きながら、はい、例えば 10m まで探るとか、まだあの春のタイはよく浮きますから、もっと 15m とかっていう時まで探ることもありますけど、はい、まあ、普通 10m ぐらいまで巻き上げて、当たりがなかったらまたそこまで下ろして、はい、はい、これカウンターついてるから、そうですね、分かりやすいですね、分かりやすい、はい、あの横に出てる数字が、はい、いわゆる巻くスピード、スピードの表示やから、あ、この左端の、左端のやつが、はいはい、だからどのスピードで当たったかというのをこれで記憶しておくと、お、また釣りやすくなる。同じスピードで、そうそう、はい、同じスピードで探ればいい。
その日の魚のコンディションによって早い方が食う時もあるし、うん、遅めがいい時もあるし、はい、その辺はいろいろ加減しながら、はい、で当たりが出たら合わせたくなりますけど絶対合わせないでください、はい、巻き続けてるとだんだんこう引きが強くなってきて当たんない最後にはグッと竿が入りますから、はい、その時に竿を立ててやり取りするという、はい、もうそれの繰り返しです。もう根気のいる釣りですけど当たりが繰り返しですね根気、うん、繰り返し、はい、繰り返し探検丸を見るとたくさんの魚影が確認できます。30メーターぐらいのとこやね。あ、来た来た。おお、やっぱりよ、映ってきたらすぐ来るわ。もうかかってるよ。もうかかってるから。はい。ゆっくり巻いて、ゆっくり巻いて。はい。ちょっとマシかもこの。おお、引きする。引いてますね。これがタイの引き。ここ節つけて引くでしょ。何台も、はい、何段と。あと何メーターですか。あと17です。まだだいぶあるな。急いでラインを巻く必要はありません。魚の引きを存分に楽しんでください。タイヤタイヤ、もうちょっと、はい、もうちょっともうちょっと、もうちょっと、もう水面顔を出すぐらい、はい、はい、釣れました。今日1匹目のタイです。もうあの引き感じた時に感動しました。ナルトのタイですよ。ナルトのタイ、はい、ブランドです。ナルトのタイ嬉しいです。ここから今井さんも竿を出すことにしました。リールを巻くスピードはその日のマダイの活性や天候、潮の速さなどによって変わります。仕掛けを巻き上げるときは当たりが出るまでは緩急をつけて巻き続け、どれくらいのスピードで当たりが出るのかを探ることです。今井さんの竿先に当たりがありました。来ました来ました。可愛らしそうやけど、あ、見えてきた。見えてきましたね。田中さんのやつより小さいやつすくほど、かわいい子が来ました。かわいい、かわいい。色や姿、味わいと三拍子揃った人気ターゲットのマダイです。続いて仕掛けを上げようとした時、立てたんかもわからない。すごい2匹食ってたかもしれない。同型サイズのマダイがもう1匹釣れていました。少しポイントを移動して再度サビキマダイ釣りを楽しみます。あ、結構上まで映ってるね。 20メーターぐらいまで浮いてます、はい、早速仕掛けを下ろして巻き上げていくと、来ましたかね。来たかな。1ぐらいで巻いてました。 1で巻いてた、はい、重い。そこまでかなっていう感じ。あ、いけたいけた。かわいい子がいましたね。かわいい。はい、来ました。かわいい子ちゃんが一番下の針についてましたね。塩焼きサイズですかね。続けて今井さんにも当たりが。お、これはハマチかなって思うな。やけに引き張るわ。
タイや。下にも下タイか。下タイ。タイとツバスのダブル。うわすごい。ちょっとこれマジや。ダブルですね。タイも大きいですね。わお。いいないいな。まだなんかついてるよ。うわすごい。こんなことあるんですね。だからすごい群れやったよ。ねえ、いいな。この釣りは餌を差し替える必要がないので、底取りさえしっかり取れていればどなたでも楽しめる釣りですよ。このね、一定の速度で巻くのもコツみたいですね。お、来ましたね。もう来た。ん？あ、来ました来ました。ほら、これやっぱりね、本当に、おお、底を取るだけで簡単にできる釣りなんで、本当に楽しい釣りです。結構引いてますね。よいしょ。さてさて。今井さんも当たりを捉えています。まずは田中さんから。よいしょ。よいしょ。サバ。サバが釣れましたね。じゃーん。美味しいってよ、そのサバ。いやー嬉しいです。生き生きしてますね。プリプリですね。じゃーん。よし、今井さんに負けてられない。おお、もう来た。もう来た。今井さんが仕掛けを海底に落とした途端、当たりを捉えました。今井さんすごすぎる。量計のマダイでしょうか。何ですか、後ろに何かついてんの。すごい。またダブルでマダイを仕留めました。すぐに仕掛けを下ろした途端、今井さんの竿にまた当たりが。そこの方で当たってるけど、割に。ああ、そうなんですね。仕掛け下ろして、うん、もうついてる。仕掛け下ろして2、3回巻いたあたりから当たってるけどな。じゃあもうダメかな。結構上げちゃったな。小さい。来ました。小さい。こっちもようやく、おお、当たりが。お、結構引いてる。かわいこちゃんが来ましたね。もうついてないまだ。あ、いた。やったダブルダブル。すごい。タイ飯にした方がいいですよ、タイ飯。ああ、タイ飯いいですね。一匹まだまだ使えるから。はいはい。いいお出汁出て、美味しくなりそうですね。うわあ、嬉しい。存分に心地よいマダイの引きを堪能し、終了としました。いや、楽しかったですね。そうですか。いや、楽しかったですよ。あのタイがあんな引き方するなんて。あれね、タイって独特の引き方するのね、うん、そう、叩くような、うん、で、大体わかるんですけど、はい、まあ今日はだけど、サイズ的にはもうちょっと、そうですね、もう一回り大きな、可愛らしい子たちが多かったですね。
これっていつぐらいまで？そうですね、まあ水温が下がってきたらちょっとまあ深場合落ちますけど、うん、はい、深いところを狙えば2月に入ってもまだ、はい、まだ釣れる、楽しめると思いますよ。そうなんですね、はい、じゃあまだまだ皆さんも楽しんでいただける釣りですね。今井さん、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。今回使用したタックルはこちら、サビキマダイ釣り。皆さんもぜひ体験してください。楽しいですよ。次回の大人釣りクラブは、豪華お宿で三年フグを食べ尽くします。さらに鳴門海峡周辺で飲ませ釣りを楽しみます。お楽しみに。この番組はもっと自然へ、もっと人へ、地球とともに、しまのの提供でお送りいたしました。